開始接続言えなかった確認中です、はい、はい、お知らせを送ってます、はい、ほいほいほい集合お、少しずつ少しずつ皆様が入ってこられましたそういうところだね、バレてるあれ？これ今のは普通じゃないですか？分からん、もう俺も分からない私の行動全てが普通だと思ってるんですけど、どうやらそうじゃないらしい。はい、はい、いい感じに集まっていきましょう。暑いですね、皆さん。暑いですよ。体調大丈夫ですか？結構季節の変わり目なので。エアコンとかでやっちゃいそうですよね。ああね、確かにね。夜とか気をつけてくださいね、皆さん。はい、風邪も流行ってるみたいな。風邪まだ流行ってるんですか？風邪なのかコロナなのかわかんないけど、怖い怖いいい感じに。都内ね、土日は久しぶりに多分本当に晴れて、ちゃんとした土日っぽかったですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか？夏でしたね、夏。やりましょうか。はい、はい、こんばんは、ザ・レフトの田中です。こんばんは、ザ・レフトの小川です。よろしくお願いします。小川さん久しぶりですね。久しぶりです。結構久しぶりだね、インスタライブは。そうですね、なんかなんだかんだでね。1ヶ月ぶりとかですか？あ、本当に。なんかすみません、僕一人とか阪急でやったりとかしてたんで。まあまあ、私は天の声なので。はい、はい。はい。というわけで、まあ、先週はちょっと速報を使えてたんですけど、ハイサマー始まりまして、まあ、秋冬からの流れでちょっと落ち着いた雰囲気もありつつな感じなんですけど、まあ、その前にも結構ね、いろいろ入荷はしてたんですが、そんなにご紹介できてなかったので、はい、カーリーもそうだし、オノマもそうだし、スレクトのアイテムとかでもいろいろ入ってるものがあるので、ちょっとその辺をご紹介できたらなと思います。はい、なので、まあ、なかなか、なんかもし途中でこれ見たいとかあればコメントいただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。さて、というわけで僕の方から、まあ、ハイサマーも始まって、 SS の商品もずらっとあって、ずらっとあるって言いつつもなんか結構なくなっちゃってるんですけど、まあ、買い物もいろいろしてまして、うん、ご紹介したいアイテムがいくつかあったので、ご紹介していきたいなと思います。はい。で、何から紹介していこうかなっていう感じなんですけど、あ、そう。で、オノマをね、この前結構いろいろ入ったんですけど、あんまりがっつり紹介できてなかったんで、結構おすすめなのが、今着てるこちらの T シャツです。T シャツです。で、この T シャツ、まあ、今期のオノマの中では、これ見えてるのかな？見えています。大丈夫ですか？はい、まあ、オノマの中では一番シンプルめなアイテムではあるんですが、まあ、オノマなのでいろいろギミックもついてる、こういうシンプルなアイテムでもギミックつけてるっていうですね、アイテムになってます。はい、でまず素材がすごく、このコットンじゃないですよね、簡単に言うと。ちょっとこう張りのあるシャカシャカ感のある素材を使ってるので、まあ、ドライタッチで涼しい。で、このアイテムって僕今 T シャツだけで着てるんですけど、実はショーツとセットアップでも着れるようになってます。で、これが、オノマってアイランドリクリエーションっていうですね、今期はテーマを持っていろいろなシチュエーションごとにこういうアイテムを出していくっていうコンセプトでやってるんですけど、まあ、これで言うと、まあ、ホテルかな、はい、ちょっとこうルームウェア的な発想で作ってます。なので、本当に実際にお部屋着として着ていただいても大丈夫なんですけど、やっぱちょっとこうデザインオノマらしくですね、ひねりを加えているので、全然外着でもいけるようになってます。で、まあ、ちなみにこのショーツとかも、まあ、本当にドローコードというか、まあ、紐のついたイージーショーツなんですけど、まあ、ポケットをサイドにこうオノマっぽいですね、いいポケットをサイドにカーゴっぽくつけてて、でプラスですね、このさっき言った素材がシャカシャカ系なので、張りがあるので、なんかスウェットショーツみたいなもんじゃなくて、どっちかっていうと本当に外着としてもちゃんとデザインも入ってるよっていうショーツになってるっていうところですね。で、これの、まあ、トップスの方が僕が着てるこちらの T シャツで、で、まあ、シルエット的には僕今 169cm63kg、サイズ2番着用してます。はい、ちょっとゆとりのある
ボックスっぽいシルエットですね。なんで、あの、まあ、どんなコーディネートにも非常に収まりのいい仕上がりになっているかなと思うんですけど、ディテールで言うと、まあ、ちょっと一つ面白いところが、まずこちらの肩口ですかね、にスナップボタンがついてます。で、ここをこうやって開けて、まあ、着用ができるよっていうですねところなんですけど、あの、きり言ってこの素材がすごいドライタッチで、清涼感ある素材なんですけど、あの、普通の T シャツの生地に比べるとめちゃくちゃ伸びるって感じでもないので、うん、あの、ちゃんと張りが、もちろん動きにくさとか全然ないんですね。ただ、まあ、首周りとかも結構しっかりとしているので、これがあると非常にですね、あの、着脱もしやすいのと、まあ、シンプルなアイテムですけど、肩に、ね、ここにポイントがあるだけでちょっと違った、うん、あの、印象的な雰囲気になるというところで、まあ、ここ結構小野間らしいポイントなのかなと思います。それとやっぱあとこの胸ポケット、これ間違えてついてるわけじゃないんですからね、ちょっとずらしてそこですよね、ちょっとずらしてつけてるんで、あの、ポケットって結構オノマの中ではあのキーワードになっていて、うん、本当に各シーズン各アイテムにちょっと特徴的なディテールのポケットをつけていて、これもそういう感じですね。ちょっとこう、あの、マッチをつけた立体的なつけ方で、少しこう首をかしげたような形で、ポケットがついてるので、しかもちょっと大きめです。なので着た時も少しね、あの、ポイントになるような形になってます。で、これとかは結構本当にめちゃくちゃ、さっきも言ったようにシンプルめなアイテムなので、あの、カーリーのアイテムとも相性いいですし、あの、もちろんすごくアウトドアチックなアイテムとかストリートっぽいアイテムに合わせても結構入るアイテムなので、あの、面白いと思います。ちょっとこうシャツっぽい生地だから、 T シャツなんだけどちょっとシャツ感のある感じなので、あの、さっきも言ったんですけど、ルームウェア的なリラックス感がありつつも、割とこう普段着で使うとむしろシャキッとしたカチッとした感じにも見えるので、うん、コーディネートのですね、だらしなくなってくので、夏場はどうしても、まあ、アクティブさとちょっとちゃんとした感じ、ちゃんと外着で着てるぞっていう感じで出したいっていう方で、まあ、シンプルめの T シャツを探しの方には、まあ、ちょっとむしろカーリーにはないようなパリッとしたシルエットの出方をするので、あの、オノマのこちらの T シャツも結構おすすめです。これもう一色ね、本当はあるんですけど、こちらのね、ショーツはまだあるんですが、このスモークグリーンっていう色があったんですけど、完売しちゃってるんで、お早めにです、ブラックの。ショーツはこっちもあるよ。この色とか結構可愛いですけどね。でもね、これに合わせてもいいと思うんですよね、黒で。うん。こういう感じでね。可愛い。ポケット可愛いですね。そう、あの、結構意外とポイントになってるっていう感じなので、今日とか昨日とかね、暑かったから、なんか割とショーツ履いてる人もかなり街でも見かけるようになりましたし、ね、実際店頭でも出たりしてるので、あの、お早めにですね、多分本当に暑い頃にはなくなってるみたいなことが結構あるあるだと思うので、あの、カーリーのショーツも含めてショーツ系のアイテムもぜひチェックしてみてください。はい、はい、オノマのポンチョ欲しいわって。あ、ぜひ。ポンチョいいですよ、オノマの。かわいいですよね。もうそれもブルーはあるのかな、まだ。ブルーはあるかな。オノマのポンチョね、オノマね、本当いいんです。これのポンチョかわいありますので、これはシャツ的にも着れて涼しくて、でしかも変化も加えられるので、この辺もね、梅雨だからちょうどいいですよね。そうだから結構、あ、そう、雨もね、あの、撥水なんで、そう、水もね、避けてくれる、端っこでついてる。で、オノマでもう一個、あの、おすすめしたいのが、僕も被ってるんですけど、このハットです。これめっちゃいいですよね。めちゃくちゃ待ってました、僕は。このペーパーブレードハット、まあ、紙ですね、原理的に、ね、紙なんですよね、ペーパーなんで、あの、結構扱いも楽です。柔らかくて、あの、かぶりもいいので、かぶり心地も良くて、で、これハットなんですけど、形としてはいわゆるバケットハット、ちょっとブリム、つばを長くしたバケットハットなんで、あの、日本人ってここが出てる、僕もそうなんですけど、ここが出てる人が多いので、あんまりボリュームがね、ないハットとかってかぶりづらいんですけど、これ多分誰でも似合う感じだと思います、うん。でちょっとこう、差しも下に落ちてるので、単純に、あの、日よけとしても、活用できますし、形が本当に僕はめちゃくちゃこれツボなので、あの、みんなにおすすめしてるアイテムだったりします。で、今回僕これね、迷ったんですけど、チャコールにしました。ただ、夏っぽさをアピールするんだったら、やっぱこの
定番のナチュラル、うんうん、かわいい、いいかなと思います。でこれナチュラル特にそうなんですけど、あのレザーのこういうパッチが、横に貼ってるんですけど、結構ナチュラルの麦わらって人によっては、まあ、僕なんか特にそうなんですけど、ちょっとねほっこりする、まあ本当麦わら帽子なんで言ったらなっちゃうんですけど、まあ、バケットハットのこのシルエットとこのレザーのこの、ね、パッチが貼ることによってちょっとスタイリッシュに見えてるっていう部分があるかなと思うので、あのぜひですねこの辺もですねチェックしてみてください。あの帽子とかハット苦手な方、麦わら帽子とかまだかぶったことないよって方はいいと思います。僕もめちゃくちゃ久しぶりに多分かぶっててすごいいいので、涼しいし通気性も高いので、でこれがいろいろ特徴が実はこれもあって、まあ、形はもちろんなんですけど、これ実は本来はストラップがついてて、ただ僕これないんですよね。これ別に内側に入れてるわけじゃなくて、こういうアタッチメントになってるので実は着脱が自由に効きます。でやっぱこの紐つけてるとちょっとサファリっぽい雰囲気だったりとか、まあ、それこそちょっとアウトドアチックな雰囲気になってくると思うんですけど、やっぱ外すと結構きれいめになるので、ここはもうお好みですね。あえてこうアクセサリー的にこれをつけとくのもいいですし、まあ、本当にアウトドアのシーンなんかは紐ついてると取ったり、うん、あのかぶったりがしてもあのなくならないとか、フェスとかね、あいいですね、フェスのシーズンでしょこれから、行きたい、そう、なんかそういうのとかにあの野外イベントとかに使っていただくにもすごいいいなと思います。でこれもう一つ特徴があって、さっき言ってたこのレザーのこのバックルというかパッチというかここなんですけど、これ別に装飾だけじゃなくて、実はこれペーパーブレードハットで持ち運びができるっていうのが特徴ですね、うん、で、その時にこのレザーのこれを外してあげるんです。で、このようにですねくるくると、これすごいですよね。これね、畳んであげて、その時これとかもね、中に入れちゃえばいいんですけど、うんうん、でこれが実はここにスナップボタンがついてるんです。でこっちにも受けがついていて、なのでくるくる回してこれで止めてあげるとコンパクトになるので、カバンの中とかに入れといてもいいです。でこれあの畳んだ後、正直初めのうちはちょっとくしゃっと雰囲気になるんですけど、これすごい伸びやすいんで元に戻ります。あの正直かぶってれば戻ると思います。使うときってかぶるときなんで、こんな感じでね、あの持ち運びもできるので、まあ、旅行の際とか、うん、あのパッキングのときにちょっとね、ハットってどうしてもかさばるんですけど、はいはい、このように収納できればカバンの中にも入れるし、まあ、トランクじゃなくても手持ちのカバン、バッグ、ハンドバッグとかそっちとかにポンって入れといてもいいかなと思うので、もう旅にも使いやすいアイテムかなと思います。はい。ラック系のアイテムカーリーでは今回ないので、ぜひ今回はオノマで、これ本当にめちゃくちゃいいんで、形がとにかく、もう何より形がいいです。そう、うん、誰にでも似合いやすいっていうか。そう、形がすごいいいので、ぜひ試してほしいなと思います。パタンナーも狙ってましたね。狙ってましたね。数があんまなくなってきましたけどね。おはようです。固めるのいいな。そう、意外とね、本当にこれがね、結構いいと思う。なんか、クリーも丈夫、かなりもうかぶってますけど、クリーも丈夫なので、あと軽い、何でもそうですけど、だから何でもそうですけど、軽いに越したことはないっていうのはちょっとある。肩凝っちゃいますね。そうそうそう。あとやっぱね、帽子って僕結構かぶるんであれなんですけど、痛くなる時があって、あんまり硬い生地の帽子とかだと、これとか柔らかいんで、1日かぶってても全然大丈夫。おイエーイ、はい、はい、感じですね。あ、ちなみにサイズフリーなのでどなたでも、うん、割と僕頭大きめですけど、あの全然圧迫感なくかぶれるので、はいはい。で T シャツ、まあ、これねオノマではで、カーリーでおすすめで、おすすめこの前のハイサマー入ってきたこの辺ストライプシャツ、これはまあめちゃくちゃおすすめなので、夏らしいシャツ、それ人気ですよね。これね、やっぱなんかなんだかんだ、これ結局なんでこれ、そう、昔あの長袖で作ってたことが、うん、まあ生地は違うんですけど、ストライプシャツでやったことがあって、はい、で僕が半袖欲しいなと思ってたので、その企画 あのミーティングの時とかにあのちょっと提案で、こういうのどうですかっていうのが結構実現したので、個人的にもテンション上がってる一枚ではあります。
でこれとか、まあ、この辺とかはこの前も、ね、紹介してるんで、うんうん、まあ、チェックしていただきたいんですけど、あのちょっと前にリリースされてたパンツをご紹介したくて、あのワープニットっていう素材のシリーズがあって、これもまあセットアップで展開してるんですけど、まあ、今僕が履いてるこのパンツですね、こちら、僕は 169cm、63kg で、これ実はサイズ2番で履いてます。あら、まあ、1がジャストなんですけど、2でちょっとゆるっと履くのもありかなと思って今2番で履いてるんですけど、これですね、これです。もうウエスト完全イージーでフロントはオープン、ここはオープンします。この辺実は気にされてる方多いで、もう素材がめちゃくちゃ薄くて、かといって張りもあるっていう素材で、なんだろう、なんか、なんだろう、不思議、カットソー素材なんですけど、なんかシャカシャカパンツみたいな、なんかちょっとその感じの雰囲気もあって、あの接触冷感もすごいあるので、涼しい、あの触れてるとこ本当にヒヤッとする感じ、すごいわかります。で履けるので、めちゃくちゃおすすめで、で何よりもやっぱ形ですね、シルエットが今までやったことがないような形をやってます。で、なんかウエスト周りすごいシワクチャーっとこうなってると思うんですけど、これ実はタックが3本入ってるんです。3タックなんです。でうちの、定番のパンツって2タックとか1タックが多くて、まあ、スラックスタイプが多いからなんですけど、これはもう3タックぐらい入れて、ほんと腰周りにものすごくたっぷり生地を使ってるんですね。なので僕今履いてるのも横に広げるとすごいバーンってなるんですよね。だからここの周りのサイズ感というか幅っていうのは本当にあのワイドパンツぐらいあるんですけど、裾に向けて、まあ、膝ぐらいからかな、急激にテーパードを上げてます。かなり急激です。多分これも吊るしでも分かるぐらいキュッと下に向けてつぼんでるのが分かりますかね、っていうシルエットになっているので、なんていうのか、サーカスパンツとかバルーンパンツとか、そういう感じ の、 あのシルエットなんですけど、まあ、シャキッと感のある生地と適度に落ちるカットソーの素材ということで、まあ、そんなにこう、なんだろうな、滑稽な感じに映らないっていうか、可愛すぎる感じに映らずに、まあ、大人っぽく上品に、ただまあシルエットは変化してるっていうですね、結構いいパンツで、これ僕実際はブラック買ってるんですけど、ちょっとこの色とかもね、黒のトップスとかに白とかに合わせると感じがいいので、プルシアンっていうなんですけど、これはちょっとやみつきになると思います。本当に部屋着で外に飛び出したくらいの着心地の感覚なんですけど、見た目的にはやっぱシルエットに個性があるので、ちゃんと外着として面白い仕上がりになってるかなと思うので、あの、まあ、パンツのバリエーションって男性ね、なかなかワイドか細いか、テーパードかストレートかみたいなのが多くて、まあ、サルエルとかまたちょっと別なんですけど、あれとかになると本当に履く人選んじゃうんで、まあ、それではなくてちょっと個性を出しつつ新しいシルエットとして、しかもリラックス感と、まあ、夏っぽさも含めたパンツとしてはめちゃくちゃ優秀だと思うので、これぜひですね履いてほしいですね、一回店頭で。でサイズの上下も結構しやすいんですよ。なんかワンサイズ落とすのもよし、上げてもいいし、僕実際上げてますけど、このシルエットも結構かっこいいなと思うので、ちょっと遊べるパンツかなと思うので、だからまあ普段ね1だから1着るとかもありなんですけど、ちょっとワンフード上げてみるとかっていうのも結構おすすめな感じになっております。で、僕実際履いてるんで何回も洗濯繰り返してますけど、やっぱシワになりづらいのと、この感じ で、ね、あんまりね表面感変わらないって感じ、洗ってっても、あの雰囲気が全然変わらないので、まあ、カーリーのアイテム多いんですけど、やっぱ買った時の印象でそのまま着れる、まあ、結構代表格的なアイテムなのかなと思います。というですね、僕ちょっとこの3アイテム今すごい推してる感じになっておりますので、推しの子、はい、他もね推してるのいっぱいあるんですけど、まあ、それやってるとキリがなかったりするのでそうですねまあ今ちょっとそれくらいを推していこうかなと思います。で、あともう一つ、後ろに見えてるパックなんですけど、これちょっと小川さん推しなんで、小川さんにご案内してもらおうと思います。出てしまいますか。もう今更だと思うんですいや、もう何回見てもダメなんですよ。わかりますかね、この気持ち。わかんないです伝わらないです。はい、小川さんこんにちは。こんにちは、久しぶりです。お久しぶりです。いや、久しぶりだからじゃないですか。そうだね、だから毎日やってればいい。毎日そしたら多分皆さんにもたれしちゃいますよ。はい、というわけで、はい、ここ数シーズン取り扱いの続けているイーラからバッグがデリバリーされてきました。ヘルメットバッ
まあ、巾着かな。そうですね。私2色なんですけど、これはどう説明していきましょうかね。まずこういうシャカシャカまでいかないですけど、ブリザテックかな。そう、ブリザテックの結構張りがあるような。イーラのバッグは基本的にうちは全部、ほぼ全部ブリザテックでオーダーしてるかな。そうですね、軽いんだよね。そう、すごい軽い。めちゃくちゃ軽くて、それでいて防水だったりもするので。そう、撥水加工はされてるんで、うん、雨の日でも使えるのはすごいいいなと。ですね。あと何より私はこの形が好きですけど、ね、割とユニセックスな感じというか。そうですね、男性が持っても女性が持っても。なんか物いっぱい入れるともっと丸ってするんですけど、なんかあと重たいもの入れるとちょっとまた雰囲気変わるんで、なんかなんかないかしら。本とかに3冊入れてきたら。そう、イーラもあの今期もね、いろいろ入れてるので、まだねちょっといろいろあるんですけど、夏なのでやっぱリュックとか肩掛けとかってちょっとね暑くなるので、手持ちでできるやつが好きな方もやっぱいると思うんですよね。まあ、そういうとこも狙いを含めて、この巾着のバッグをご用意しております。これいいじゃん。リュックだと私汗かきだから蒸れちゃうんですよね。結構それあるよね。あので汗染みが T シャツにみたいな。そう、そうなんです。あ、いいね。入れるといい感じです。ちょっと重たさのあるものを入れると落ちるね。そう、サイズ感がだからちょっとコンパクトに見えるっていうね。確かに。そう、結構これだとメンズっぽく見えるんじゃないですか。いやいや、大きい感じでも別にいいと思うし、これくらいだと、だ形が本当に中に入れた時に完成する感じだね。変になんないですよ、うん、むしろ綺麗に可愛い感じで。可愛い感じ。女子もそれくらいだと可愛いよね。紐の方持ってもいいし、手持ちでもいいし。そう、そうなんです。で、あと、あ、中にポケットありますって質問来てます。 あります、あります。そんなにめちゃくちゃね、あの1個仕切られてるわけじゃないんですけど、どうしたら見えますかね。そう、この下のとこね、ここです。ここに1個あるので、ここに1個あります。見えます。見える見える。だから貴重品とか、うんうんうん、使うものとか、鍵とか携帯とか、それこそ。あ、そうですね。で、中、その状態で中も見せてよ。もうめちゃくちゃ入るんです。多分めっちゃ広いですね。意外とね。そう、意外と広いんで。結構広いので、お出かけに持ってくもの類は全然、だ結構多分、はい、本当にエコバッグ的に買い物とか別にいけるよね。むしろエコバッグで使ってもいいぐらい。本当にそうやってやったらね、本当に巾着じゃなくなるもんね、上広げたら。そうなんです。ちょっとトートバッグっぽい感じにも見えるので、イーラ自体そういう手軽に使えるようにっていうので作ってるので、うんうん、この形でも使えそうだね。かわいい。ああ、確かに全然イメージが、こっち広げると変わるので、こんな感じ。なかなか面白いかなと思います。これはいいじゃないですか。ちょっと黒い方行くとして、あ、いう片方貸して。ちょっと、あ、すいません、田中さん、これライブしながらちょっとチェックします。いやでもいいなと思いますね。なんかあんまりこういうアイテムって、はい、うん、ディテールがありすぎたらありすぎたで、うん、ちょっと困っちゃいますよね。そう、そうなんです。あ、私がやりたいことをやってください。あ、そう、これそう。ありがとうございます。これそうなんですよ。さっきエコバッグって言ったんですけど、パッカブル仕様なんですよね、実はね。そう、さっきのあのポケット、中にあったポケットにぐいぐいぐいいけるんですけど、田中さんじゃあ、おばあさんつないといてください。え、おばあさんつなぎますか。つないでいきましょう。大阪行ってきたんですよね。行ってきました。あ、で、大阪でお好み焼きは食べなかったんですけど、うん、関西味ポテチ買いました。なんか多分関西限定って書いてあったんで関西限定なんですけど、はいはいはい、まだ食べてなくて、
そのうちベストに持っていって田中さんと食べようかなって。ああ、そうです。田中さんと食べるんだ。一人で一袋無理だなと思って。なんでお願いしようと思って。ごめんなさい、ちょっと窮屈、不細工な出店やったんで。私のやりたいことをやってくださって。不細工ですけど、結構ちっちゃくなりますよ。それが今ね。これが今です。これが今です。もうちょい近づいて。これが今、もっともっと。これが今で、こうなります。あ、これはこの方が見えます？持った方が見えます？そう、これくらいになるので、うん、これもそれこそだから、メインバッグに一つ忍ばしとけば、それこそ帰りにお買い物したりとか、そうですね。エコバッグ的に使えますし、旅行先でトランクに入れといて、旅行の移動中はこれを使おうっていうことができたりするので、そういうところも、ポイントかなと思います。ありがとうございます。いい、これが税込みで9790円かな。思ったよりしないんですよ、ね、まあ見た目かっこいいけどね、普通にコーディネートに軽さも出るので、レディースで言うと全然ワンピースでもこの前私可愛いよねこれね、本当にね、でもいけますし、今日みたいに若干カチッとしてるのもいけますし、うん、で色はブラックとさっきのチャコールで、チャコールが結構なんていうんだろう、ちょっと緑がかってるっていうのかな、なんか可愛い、なんかグレーまでいかない、そう上品な感じのカラーで、これも結構面白い、紐の方を持ってもいいのかな、これって持ち方としてはキュッと絞って持ったりとか、なんかいろいろ工夫しながら持ってもらっていいかな。持ち手の素材って何ですか。テープがナイロンですね。ナイロンテープみたいな感じです。こんな感じです。ナイロン。まあいわゆるリュックとかに使ってるテープベルトに近い素材です。なので結構タフですね。になっております。私ヘルメットバッグに遊ばれてます。何をしてるんだろうっていう。ありがとうございます。いいえ、コメントありがとうございます。な感じでね、ご使用いただけ、あ、そうね、ちょっとショルダーっぽくも使えたりもする。あ、それも可愛いね。2個持ってるから遊ばれてる感じなんですね。うん。肩がショルダーでかけても可愛いと思いますね。だ結構ね、実際本当物入れた方が可愛い気がしますね。個人的には。あ、いいね、可愛い。物入れます。でも私も確かに物入ってる方が。ちょっとこう形が落ちてるぐらいの方が。なんか落ち着くし、形がね、結構ぼかすか入れられるので便利かなと思います。こんな感じです、うん、まあ、さっき言ったみたいに本当に夏場ね、バッグ欲しいけど暑いからあんまりでっかいのはなってことにもなるので、大きいバッグだとここら辺濡れるし、ね、リュックだとここ濡れるし、濡れるし、これだったらそういっぱい入るし別に邪魔にもなんないし、そうそうそう、畳めるし、最悪ポケットに入れとけばいいんだもんね、さっきの形ですね最悪ね最悪というかめちゃめちゃ身軽しくもう本当にそういう方だったらでもありかもしれないですです。なところで小川さんおすすめどっちのカラーですか。チャコールよしだそうなのでチャコールが好きです。はい、いやなんか夏なんですけど割とプライベートでブラックコーデすることも多くて、うんうんうん、ってなったらカバンぐらいちょっと明るくしてなるほどねっていうのでところでございます。というわけで、というわけで、まあ小物類も入ってますよという感じです。ちょこちょこ入ってたりもしますし、まあ、夏物のアイテムも、ずらりと並んでおりますので、はい、レフトの方もぜひぜひ。なんかねどうなるんだろうね、ここから梅雨がっていう感じもあるので、で梅雨過ぎたら多分すぐね真夏になってきそうな気が例年通りだと。あ、小川さんも買ったんですか。本当に梅雨ですか今。いやでも昨日今日ぐらいじゃないマジで最近。明日からまたどうなんでしょうね。明日もなんかギリ持ちそうな気も。怖いですけど、いやかぶりたくてスマホの後ろでうずうずしてたんですよね。あちょ髪の毛がすみませんボサボサかも。なんかこれ髪の毛を結んでたせいかもしれないですね。カントリーガールですね。カントリーシャツのセンジャルですか。確かにリアルアメリカの大農場プランテーションで働いてる子みたいな。そうです、こんな感じです。
でもまあこれあるだけで本当に夏っぽくなるし。そうなんです、これすごい好きです。あのぜひご活用ください。皆さん出遅れると。ミッチはでもその色の方が多分似合うな。どっちも好きですけどね、うん、こんな感じです。はい、女子もおすすめですので、まああんま性別関係なく見れてもらえた、見てもらえたらなと思います。はい、はい、でじゃあお知らせ、あ、なんかちょこちょこねブログで言ってますけど、今日も小川実は行ってきてたんですけど、高島屋行ってきました。多摩川、二子玉川っていう東京の駅のところにある高島屋本店の、4階ケーススタディってとこですね、というところで、今回ポップアップを、やらせていただいております。でちょっとあの店頭にあるアイテムとは違うものとかがポコポコ置いてあるので、あの気になる方、お近くの方ぜひですね、チェックしてみてください。あのケーススタディって売り場自体が高島屋さんの百貨店の中でもちょっとこう面白いセレクトショップになっていて、まあ、割と尖り目の本当に尖ってるブランドから割とクラシックベーシックなブランドまで揃ってるので、まあ、そういう中で僕らも結構あの店頭立ってますけど新鮮だったので、あのちょっとね、あの覗いていただければなと思います。27日までやっていて、日によっては僕ら立ってるんですけど、今度でもあれか、小川が24日にの夕方ぐらいに、昼からね、夕方にかけてぐらいで立つので、よかったら会いに行ってやってください。来てください。で、引き続きですね、あの先日オープンした、大阪の阪急梅田本店の方では、カスタムパーカーのイベントをやってます。17つのパターンから、僕らのベーシックのパーカーができてるんですけど、それの全てのパーツの色を選べるっていうですね、かなり楽しいですよね。もうかける人は1時間ぐらいかけて作ったりするんですけど、それが25日までやっておりますので、そちらでも、で、あの大阪の方のお店にも新しい新入荷のハイサマーのアイテムとかは入ってるので、関西方面の方はそちらでもご覧いただければなと思います。はい、です、です。ところかな。他は大丈夫ですかね。はい、あで、ちなみにすみません、阪急の方なんですけど、僕、また25日からちょろっと顔を出しに行きますので、3日間ほどですか今回は。いいな。関西方面の方でよかったら、お越しくださいませ。で25日以降はまたちょっとね、新たなイベント的なこともやったりするので、阪急の方は、チェックしていただければなと思います。はい、はい、まあ、またね、インスタライブとかどっかのタイミングでできればと思うんですが、24日に俺やるかな、やれたらって感じだね。25がちょっとできなくなっちゃうから。ああ、そうですね。なので、なんか紹介してほしいアイテムとか気になってるアイテムがあれば、ご連絡いただければ、その時準備してご案内していこうかなと思いますので、まあ、DM とかメールとか電話とか何でもいいので、僕の LINE 知ってる人は LINE でもいいですし、小川のなんか連絡先知ってる人はそっちでもいいですので、ご連絡いただければなと思います。はい、はい、というわけで今日はこの辺かな。この辺で終わりました。はい、はい、じゃあ小川さん最後、最後、空調には気をつけましょう。あ、そうですね、はい、夜寝るとき喉壊す人が結構社内的にも多いんで気をつけてください。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございます、はい、さようなら。その締めで多分変な人ってバレてる。